スムの生態が気になる。調べたいけど、図書館にもツムに関する本はないみたいで残念。ツムって話せないのかな？植物園でレオナさんがお腹の上で寝始めたツムを手で払ったんだけど、ツムは寝続けてさ、驚いちゃった。一人っ子だから弟ができたみたいで嬉しい。バッチャがこの子を見たら孫が増えたっていうかもね。ツムって高いところが好きなのかな？さっきフロイドさんの頭の上に乗ったツムがすごく満足そうにしてたよ。変な野生の生き物が現れるなんて、田舎だはともかく都会でもごったことあるんだな。魔法薬学で鼻にツンとくる薬品を混ぜてたら、ツムも辛そうに顔をしかめてたんだ。ちょっと笑えたな。さっきツムがサッカーボールで玉乗りしてたんだ。思わず拍手したら決めポーズまでしてくれたよ。ケイトさん、自分に似たツムと一緒にいっぱい写真を撮ってるみたい。僕も記念に撮っておこうかな。小さい頃の僕もツムみたいだったのかって？ううん、もっと暴れ。さらに元気いっぱいだったよ。ツムが丸くて優しそうな姿でも、中身までそうとは限らないかもよ。急に手を噛まれちゃったりして。僕たちが可愛いだけじゃないってこと、一緒にたっぷり思い知らせてやろう。